こんにちは、ブルーホースです。今日もデトロイトやってまいりましょう。いよいよお盆最終日ということでね。明日からまた頑張ろう、仕事。で、今回は、カーラ飛ばしてマーカスですね。逃亡者、君と同じだ。My name is Josh. I'm Sam. Josh! Nice. わお、ボインのアンドロイド。ジェリコについて。This is Jericho? It's a refuge for those who don't want to be slaves anymore. ここで変異体がいろいろ生み出されているのかな。And hiding just to stay alive, that's freedom to you? Humans hate us. まあそれは、hiding is the only way we can survive. There is no safe place for those like us. Ah, sexy boy. If humans knew we were here, they'd kill us. でもアンドロイド、隠れていること。I don't understand. I thought Jericho was a place where androids lived in freedom. 確かに自由、they do live in freedom. 自由。It may not be what you hoped for. アンドロイドがこういう感情とか持ち始めたとしたら。何に対してこう喜びとかは感じてたのね。人間の言うことを聞かないっていうところがいるのかな。まあじゃあ自覚。Maybe I was never really free. Maybe I was only what my master wanted me to be. And now, I need to decide who I really am. おお、かっこいい。君も。Just like the rest of us. そうだな。We didn't ask for this. でもなんかこれってそのアンドロイドで言ってるけど人間にも同じこと言えると思うんだよね。だって皆さん自分の人生ここがゴールだっていうのってあります？僕は常に迷子だなって思ってるんですね。だってやりたいこととか好きなこととかやり続けてみたいこととかってなんかその時々で変わったりするじゃないですか。お、気になる。休む。ルーシーを探す。ジェリコを探索する。まあ、ここが分かればね。大丈夫。うん。アンドロイドも同じだよね。止まることを怖がるよね。Do you know what happens after death? いや、無です。No. No, I don't. まあ、人間じゃないからね。Well, I'm about to find out. いきなり重いアンドロイドに触れちゃった。Marcus. Marcus.ああ、記憶を植え付けてくれてるのかな。あ、こちらこそ。なんだろう。あ、止まった。え、握られたまま硬直しない？大丈夫？これでその、アンドロイド同士の交信が終わったのかな。本当に数秒で死んだね。ちょっと一人一人。ああ、でもここでもやっぱり壊れたあれはあるんだ。無視こんだけライトで照らしてんのに。死んだ者には厳しい。それとも私に LED がついてないから。子供アンドロイド。これは誰だろう。ルーシーって多分女性だから男からまず片っ端から当たっていこうか。いらなくなったから捨てられたのさ。なんかペットみたいな扱いだよね。They'll all shut down if we don't find a way to help them. To help them, we need blue blood and bio components. We salvage what we can from those who. ブルーブラッドか。なるほど。But there's never enough. So how do they survive? ブルーブラッドっていうのがそのいわゆる車でいうガソリンみたいなあれなのかな。We're slowly dying out. 全然情報をね、調べずにやってるとね、やっぱ、もうちょっとこう調べてからやった方が深み増すのかな。あ、これこういうシーンなんて、でもなんかそれって、ちょっとあれだよね。いろいろとそのネタバレ要素も含まれちゃうから、まあそれは避けていった方がいいのかもしれないね。この子は喋れない。これリーダーだよね。まあなんか リーダーっぽい、あれ？休んでる。立ったまま休むんだ。あ、これ、ああ。火を起こす。なんか勝手に火をつけちゃダメな気がするから休んでる。この人たちも喋れない。これは違うね。探索する。つけたら怒られるかな。つけるか。 RB と RT が未だに分かんないんだよね。あったかさとか感じるのかな。その暑い寒いとかなんかいろいろ
これも喋れない。これも喋れない。うわあ、なんか、でもこんなところで自由だってなんかちょっと言いたくないね。怖いもんな。はい。なんかスターウォーズに出てくるアンドロイドみたいな感じがするね。ここまで行くと声とかも診断プログラム、なんだろう、診断プログラムって What happened to you? They tied me to the 車の後ろに縛りつけは人間の暇、なんかあれだね、ウエスタン時代の西部時代の馬にこう縄でくくりつけられて引きずり回されるみたいな。I don't wanna shut down. I don't wanna die. じゃなくて I don't wanna shut down. なんとかこうブルーブラッドを見つけてできる手段とかがあればいいんだろうな。うん。他にはこの人とも喋れない。結構喋れないね。まあ一人一人喋れるあれを作ったらとんでもない量になるからだろうな。これルーシーだったりする。違うね。めっちゃ歌ってるけど、あれルーシーかもしかして。てかなんでルーシーだったかっていろいろわかるんだろうね。あ、全部に火を起こして、あ、全部に火を起こしたら隠し通路が開いて、で神殿のラスボスと戦えるってゼルダの伝説かよ。びっくりした。あ、そっか、これ最初に喋ったアンドロイドだ。あと一箇所つけれたよね、火。めっちゃスーパー、めっちゃスーパーボール出す。遊んでるけど。火をつけます。これで3箇所火ついたよね。ルーシー、ジェリコを探索する。休む。休むってどこで休むのよ。もう一箇所あった。でもこれ普通にさ、めっちゃ見られてる。でも登る場所がないよね。登る場所ないしね。まあいいや、とりあえず火を起こそう。おいおい、そんなに暖を取ってどうする気だとかって言われそうだね。でも11月寒いもん、デトロイトって言ったらもう。これで ?OK。で、ルーシーだよね。あれ、なんか歌ってる人がルーシーなのか?どうなんだろう?みんな暖取りに来たね。はい。あ、違うわ。Are you Lucy? あ、ルーシーだった。すごいお目目パッチリ繋がれてる。え、なんか予言者みたいな感じなの。座っていいの？早座れって言われる前に座るか。あ、ルーシーだった。しまった、さっきのアンドロイド喋るべきだったね。 Show me. 何だろう、大切なところ。ちょっとだけよ、あんたも好きね。I'll stop the bleeding. 止めてあげましょう。ああ、ちょっと。荒領事でございますね。これ、アンドロイドが耐えられるんだろう。アウチとかならない?魔法か何かですか?魔法、あ、わお。あ、LED がいっぱいある。うん。Drink this. あ、ごめんなさい。コーヒー飲んでた。ブルーブラッド、あれ?これ。このブルーブラッドをもらうくらいだったら、さっきの朽ちかけそうなブルーブラッドにあげた方がいいんじゃないですか。まあまあまあ、じゃあちょっと遠慮なくいただきます。一気飲みした。このルーシー自身が大丈夫なの？繋がれてるから。あ、繋がってないじゃん、後ろよく見たら。なんか リアルにスターウォーズに出てきそうなアンドロイドのあれだよね。 Give me your hand. Give me your hand.あなたは数奇な運命をお持ちのようですねとか。今から2年後てん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 、まあ、2年なんか、おお、あれこんな目だったっけ。 You had it all. 全て持ち、 And you lost it. 全て失い、 You've seen hell and hell lives in you. おお、よくご存知で。 Your heart is troubled. A part of shadow and a part of light.Which will prevail? どちらが勝つか。Your choices will shape our destiny. おお、最終的にはマーク、あ、わかった。
最終的にカーラがマーカスと出会います。でマーカスがカーラを守ろうとする。でそこでコナー登場して、マーカス VS コナーで最後はアンドロイドが終わると。ルーシーは探した。 OK。 あで、さっきのボイン姉ちゃん、スーパーボールボインボインさんが、あれだわ、私が船の中探索、教えてあげようかって、こいつがさっき逃げてたやつじゃないの、さっきというか、2パート前だったかな。いつからここに、いつからここに。 How long have you been here? 4 weeks, 3 days, 11 hours. ほうほう、細かい。さすがアンドロイド。 When I escaped, there was nowhere else to go. さっき逃げてたのこの子だよね、多分ね。さっきとかに2つ前のパート。ジェリコ自体は、じゃあ、ノース。What was your function before coming here?ああ、触れられたくない。ああ、だよね。ああ、ごめんなさい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 。セクシーボインボインやから、ちょっとつい、個人的なことを知りたくなっちゃって。じゃあ、部品。These guys need spare parts and blue blood. Why hasn't anybody gone to get that? It's not that simple. ですよね。You can't just go shopping at a cyber life store. だよね。だって、逃げて。Anyway, nobody wants to risk leaving Jericho.だったらもう時が経つ。そうやな。なんて言ったらいいんだろう。この安楽死っていうか、なんか人間でいう老衰みたいなものをね、するためのあれだよね。あ、ちょっと、もうちょっと喋りたいんだけど。ムズムズすんな。あ、ジェリコについて教えてほしかった。あ、しまったな。どうしよう。あ、なんか、開ける。何もないよね。それは何もないよね。ああ、しまった。ジェリコについて聞きたかったな。ただ怒らせただけで終わっちゃった。せっかくボインの姉ちゃんと仲良くなれたらさ、ワンチャンあんじゃん。何が?デトロイト西トーランス通りってやつね。はい、オッケー。そこに取りに行くんや。ルートを計算中。またさっきのね、パートナーに10、10、10、10、10。うわー、この RA9 って何なんだろうな。レイザーアモン9とか。くだらねえ。よし、ちょっと行こう行こう。あ、こっち行けないのか。階段登ったなんかその先にあるのかなと思ったけど。大丈夫?黄色ピコピコなってるけど。サイモン。おはよう。サイモン。I know where we can find spare parts. あ、なんかこの人のさ。They have everything we need. この人の顔あれだね、コンゲアに出てるさ、猟奇殺人鬼の顔に出てる。自分たち一人に行くんだ。普通に格闘。We can steal what we need without fighting. We'll just get ourselves killed. Maybe. But it's better than waiting here. 普通にその人間の身体能力的にはアンドローナが上なんじゃないの。 I'm with you. Maybe it's worth a try.あれ、ちょっと待って、サイモンはあれだけど、ジェリコの評価が上がるっていうこと、船の評価が上がるってこと。面白いな。船の評価が上がるって面白いっすね。ああ、ここで終わった。100%? ああ、コンプリートした。ルーシーと話すからのサイモンと話すマーカスが計画を提案した。ああ、でもしまったな。ノースだっけ?ノース中立。ノースは上げれたよな。選択肢ミスったってところですね。了解です。まあ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 、アンドロイド同士なんでね、どんどん評価上げていってね、最終的にはボインの姉ちゃんとね。はい。ということでね、本日のパート以上となります。また明日から仕事も頑張っていきますんでね、皆さんも一緒に、お盆明けの蓄えたエネルギーで乗り切っていきましょう。暑さも吹っ飛ばせ!ということで本日以上でございます。また次回お会いしましょう。バイバイ。